素早く入れる磯崎、クロスを早めに放り込む、日高決めたのは日高、2試合連続ゴール。サガン鳥栖が好調湘南から今シーズン初めて先手を取りました。1対0。いや勢いをそのまま持ち込みましたね。このクロスも非常に思い切り良かった、そしてこの時にはボールの後ろにいるんですけどね。日高がここはもう体ごと投げ出してボールを奪いました。クロスを蹴る瞬間には相手の後ろにいたんですけどね、はい、ここで前に入ってきましたね。そしてこれまで全て先制点を取ってきた湘南相手に初めて鳥栖が先手を取りました。2試合連続ゴールですよね。